皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はですね、初心者でもわかる Vlog にぴったりの著作権フリー音源の探し方についてね、ご説明したいなと思ってます。はい、まあ著作権フリーといえば動画クリエイターにとってはね、マストなあのアイテムになってると思うんですけれども、やっぱりたくさんね著作権フリーサイトがあるっていうところと、あとはそのサイトの中でもいろいろね選択肢があるから、結局どういう使い方が一番なんか自分のコンセプトに合った著作権フリー音源の探し方かっていうのがちょっとね難しいんですよね。なので今までのね、まあ、僕動画作って今5年ぐらい経つんですけれども、今までの経験を踏まえて3つの特徴にフォーカスして皆さんにあの音源の探し方とね、お伝えできたらなと思っております。はい、それではね、今回はエピデミックサウンドの著作権フリーサイトを使用して解説していこうと思うんですが、主に上にねこの3つのカテゴリーがあると思います。フィーチャーとこのねジャンルとムードで、これいわゆるどういう違いかっていうと、ムードはあのやっぱ感情的なその、まあ、楽しさ幸せとかリラックスとか、まあ、感情の部分ですね。でジャンルは音楽の、まあ、種類、そしてフィーチャーが特徴ですねっていう、この3つのセグメントを基本的には使っていきます。最初にね、じゃあ早速このジャンルの方で調べていこうと思うんですが、今回はそのコンセプトによってちょっとね過去の素材引っ張り出して Vlog をねこのピックした音源で作ろうと思ってるんですけれども、やっぱりその自分たちがこの楽しんでる思い出とかを残す時って、まあ仮にアウトドア行ったとすると、やっぱカントリーテイストのあのギターの感じとあの BGM とか楽しい Vlog には合うのかなと思っていて、そういうじゃあイメージで曲を探すときにもう分かりやすくカントリーっていうここの枠があるので、これをまあ押すと、まあ、これは今ね僕のテイスト的にはカントリー選んでるんですけれども、その他のねファンクでいこうとかロックとか、そういうのはね皆さんがお好みで選択していただければと思います。でここで基本的に曲を探していくんだけれども、基本的にこういうジャンルとかフィーチャーとか大きくカテゴリーを分けていくと、でそっからカントリーなのか、あとはなんか、まあ、ポップなのかっていうセグメントをかけていって、そこの何万曲ある中から自分のある程度のそのイメージに狭めてくれると、そっからはもう聞くしかないんですよね。聞くしかないです。例えば上からこうどんどん聞いてって、あこれいいなと思ったら、この右側にシミラーボタンがあるので、これを押すとこの音楽に近いものが出てくるので、そういう探し方とかもかなり良いです。はい。なので僕が基本的に意識していることは、まあ最初の5秒で大体わかるということですね。音楽の良さってのは最初の5秒どん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 もう次聞いていって、一番いいってものに対してシミラーボタンを押すっていうことが、多いですね。はい。でここでね今回ピックさせていただいたのがこのねアーバンファームっていう音楽で、まあ今回ねこの音楽を使ってちょっと過去素材で Vlog 作ってみたのでご覧ください。どうぞ。いや一番遅刻しそうな僕が真面目に来ました、ね、遅刻ない、こいつ運転はしねえけどな。はい、いや懐かしいね。あれ何年前だ、2年前とかでコンデジで撮った Vlog なんだけど、最近ね会社のメンバーで合宿とか行ってないんで、たまには行こう。はい、では次にねこのフィーチャーですね。フィーチャーは基本的にこの Vlog とかトラベルとか、まあ、いわゆる僕たちのその特徴にフォーカスしてピックすることができるから、正直音楽の種類とかは一番豊富です。ここが一番なんかいろんなあのクラシックとかなんかビーツとかいろいろ入ってきますね。こんな感じでトレンドでピックすることもできるし、今回 Vlog っていうキーワードなので Vlog を押してピックすることもできます。で今回ねこのシネマティックっていう、まあ、僕のね代表作品といっても過言ではないぐらいの世界観からの、こういう風に自分が興味あるところをクリックしてどんどん深掘っていくと。で基本的にこうセグメントをかけたらもう同じです。とりあえず聞いて似たようなものを見つけてっていうことを繰り返して、今回ピックした音楽がこちら。これでもね動画を作ったのでご覧ください。どうぞ。今日は久々に撮影。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。結構ね、自然の中でなんかドローン飛ばしたりとかそういうシーンを撮ったんですけど、やっぱああいう壮大な環境っていうのはテンポが早めっていうよりかはなんかそのそこに感情移入できるようなふわっとした音楽をピックしたかったので、今回のこの音楽かなりフィットしたんじゃないかなと思います。最後にこちらムードですね。はい、これムード先ほどお伝えしたんですけれども、感情ですね。今回楽しかったとか、今回リラックスしてたからこういうテイストの音源にしようっていう、それぞれの感情によって音楽のトーンが全然違うので、まあなんか不安な方は一通り全部聞いてみるのも一つのね選択肢かなとは思っています。はい、で基本的にリラックスを探しますと、でその中でもよりねセグメントをかけることができて、こことかリラックスっていう中でのムードをピックすることもできたりとか、あとはボーカルがないかあるかだったり、まあ、BPM このなんていうのテンポ感を合わせたりとか、そういうねリラックスっていう中からよりセグメントをかけて自分の求めてる音楽を見つけるってこともできるし、僕はね正直あんまりここは使ったりしないですね。リラックスって決めたらそこからたくさん聞いてピックしていくと。でエピデミックサウンドから今回ピックしたのがこの音源なんですけれども、これはもうすでに僕の YouTube で、まあ、あんま見られてないんですけれども、たくさん旅したその移動時間をとにかく合わせたっていう動画があるんで、それをねご覧ください。どうぞ。はい、最後のねあの動画結構テンポよく移動してる、この30時間移動しまくってるよってところを伝えたかったので、ゆったり見せるっていうよりか結構テンポ早めでいろんなシーンを、あれ基本的に iPhone だったりコンデジで撮ってるんですよ。あれをつなぎ合わせて投稿しました。なので本当にね動画っていうのは多様にやっぱあるわけで、正解はないので、皆さんが表現したいテーマに沿った形でやっぱ音楽をこうやって結びつけると、それが最もねあのかっこいいクリエイティブな、ね、動画につながるかなと思うし、よりね皆さんの思い出とかが鮮明にね残る手助けになるかなと思うので、あのぜひね今回のご説明を参考に皆さんもたくさん動画作っていただけたらと思っています。はい、でですね皆さん、あの僕の最近公開したこのねシティズンのアテッサのプロモーションを見ましたか。あの動画ってあの店頭で流れるし、まあ、CM として使われるんですけれども、今回のその音源とかもエピデミックサウンドでピックしたんですよね。で、コマーシャルプランって、いわゆるその商用利用ができるんですけれども、どんなプラットフォームでも発信ができるので、例えばクライアントさんに提出したりとか、まあ、そういう案件で本来ね使っちゃいけないものが多いんですけれども、そういった意味でもコマーシャルプランを契約すると、そういった商用利用ができると、まあ、第三者に提供しても問題ないっていうことですね。なので、まあ、もうすでにね仕事として動画制作をしているって方は、まあ、コマーシャルプランはかなり安心な選択肢なんじゃないかなと思ってます。で概要欄にもねリンク貼っとくので、まあ、1ヶ月ねまず無料で契約して、もし合わないなと思ったら解約することもできるので、まあ、一度ねちょっと入ってみて、もし合わなかったらすぐ解約してお金とかも発生しないので、ぜひねチェックしていただけたらと思っております。でですねトランスサロンっていう動画コミュニティやってて、そのね名前がワンスになったんですよね。で今めちゃめちゃアップデートしてプラットフォームディスコードっていうものを使ってるので、かなり盛り上がってます。ぜひ皆さんチェックしてください。それではバイチャアジョーワジョー